ポップティーン TV。 もう少しで皆さんに会えるということなんですけども、精一杯いろんな何かを伝えれたらなと思います。とこういう機会をもらえて現地の人と触れ合えるんで頑張っていきます。元気いっぱいです。